本拠初戦に1対0で勝っている神奈川。今日のアウェイの第2戦で勝つか引き分ければ JFL 昇格が決まります。前半守備を固めた金沢は攻め込まれます。29分にはゴール前の混戦からピンチ、守護神木寺を中心に何とかしのぎます。その2分後、左サイドから古部がクロス。